皆さん、こんにちは、えー。週刊手帳術の著者、海野隆史です。えっと、今日の、えー、お話はですね、えー、手帳術とかを始めた経緯ということで、えー、お話をしてきたんですけども、今日その最終回の8回目ですね。えー、今日のテーマはですね、あのー、システム手帳を始めた経緯という、ちょっとそんな話をさせていただきたいと思います。 で、あの、もともとなんですけど、会社に入ったのが18の時で、まあ、その時は、あの、車級の手帳、まあ、あの、ナローサイズのレフト式みたいなやつを使ってたんですけども、あのまあ、その頃は、ほとんどこう、手帳にを使いこなすというよりは、使い、えー、こなすどころか、えー、使われていた感じなんで、あんまりこう、いい思い出もなければ、あの、 ちょっと使いこなした感が、えー、当然あるわけじゃなかったという、そんな感じなんですけども、あのまあ、バブルが弾けて、その社給の手帳があの、まあ、支給されなくなっちゃったという,いうことになったんで、まあ、ちょっとその、うんえー、反動というかあのい、いたたまれなくというか、やむにやまれず、何か別の手帳を探さなきゃいけないかなと思ったときに、 あの雑誌の特集でシステム手帳というのもやっていてで、えー、まあこれを見てあこんな,なんかこう自分で組み替えられる手帳があるんだっていうことを初めてそこで知ってで、えー、ますぐにこう銀座の伊藤屋さんに買いに行ったみたいなそんなこう経緯があります。であのーまあ、今となって では例えばこうインターネットとかスマホとかも発達してこうデジタルとかっていうこともできなくはないんですけどもこう中のこうリフィルがこう自分で作ってたりとか、えー、することもあっていまだにこう特に、えー、デジタルに移行しようとかっていう感じではなく、まあ、アナログの手帳を使い続けているんですけどもまああの 携帯線に便利というか、あの、要は電源入れて準備してから初めてこう、あの、書けるっていう、そういう話になるよりは、もうかん簡単にこう、すぐにこう、パッて、パって開いて、あの、書き込みたいって思ったところに書き込めるみたいな、まあ、そういうことができるんで、いまあ、未だにまだちょっとアナログの手帳が、まあじ、私にとっては、うん、使いやすいのかなと。 いうふうふに思ってますなので、まああの、変える基準っていうのも実際私自身は持っていて、でその変えようとするんであれば、あのちゃんとその、えー、やってるタスクが、えー、何時間かかって、でまあ、それがこう、うん、イメージ通りというか、簡単にそその始めと終わりが 入力できてで、まあ、集計みたいなのがちゃんとできるようになったら、なんかこう乗り換えてもいいかなと思ってるんですけども、まあ、遠い未来にそれがあるかもしれないような気がしているというか、まあ、なんかもう近くまで来てるんだなとはいうふうに思ってるんですけども、まだちょっと不便さというか、その便利さがちょっと足りないというか、まあ、そこにちょっとまだ行き着かないということで、アナログの手帳を使っています。 であのこだわりをちょっともう一回説明しておくと、まあ、今これ、バイブルサイズというものを使っているんですけども、あの最初の時に、えー、こだわった、えー、条件が、まあ、スーツのポケットに入るという、まあ、そういう条件をつけているので、いまあ、未だにこのバイブルサイズ以上の手帳を持ったことがないんですけども、あのまあ、こ,このままいくと、まあ、このサイズでこう、 一生終えるかもしれないというところと、これよりちょっと小さすぎて、その、あの、まあ、小さすぎれば、あの、ポケットにも当然入るんですけども、まあ、それ以下になっちゃうと、今度、書く量が少なくなっちゃったりとか、スペースが少なくなっちゃったりするんで、まあ、あの、そこのところは、ちょっと、あの、まだ、このバイブルサイズから抜け出せないかなというところです。まあ、なので、ちょっと結構、その、 手帳の条件としては、えー、がんじがらめになっていて、あんまりこう、あ,のあっちこっちにこう手を出して、えー、試してみようみたいな、あんまりそんな考え方がないっていう、まあ、そ,そんな使い方を、えー、今まではしてきましたというところですね。多分これからも変わらないんじゃないかなというふうに思ってはいますというところです。まあ、あの、えー、使い勝手がいいということと、 別にその使い方とかに関して、こうなんか不満が出たっていうことはあまりないので、まあ、あの、これからもちょっと大事に使っていきたいかなというふうに思っています。ということで、今日のお話は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。